皆さんこんにちは、ひらたつ TV のひらたつです。この動画では6月8日土曜日の京都1レース3歳未勝利ダート 1800m の予想をしていきます。未勝利戦の中では結構メンバーの集まった印象のある今回ですけれども、過去のレースで不利を受けて敗戦していて、今回人気を落として狙い頃になっている馬っていうのを2頭ほど注目しておりますので、その馬を中心に勝負したいというふうに思っています。動画の冒頭では京都の、ダートのですね、未勝利戦の過去の3年間のデータを分析した構想傾向ですとか、ダート 1800m のコースの解説というのも、行っておりますので、そちらだけでもぜひご覧ください。それでは早速行ってみましょう。まずは京都のダート 1800m の未勝利戦のですね、過去3年のデータから見るレース傾向というのを見ていきましょう。過去3年のレース、そして京都競馬場での開催、そして時期もこの4月から6月に絞って、明日は両馬場での開催が予想されてますので、馬場も両に絞ってですね、その条件でレースを抽出いたしました。そうすると1番人気の副賞率というのが 60%、 連帯率 45% だったんですけれども、これが高いのか低いのかというと、正直かなり低い数字だというふうに思っています。結構荒れやすい条件である中山のダート 1800m とかでさえ1番人気の副賞率はもっと確か高かったです。 70% 前後ぐらいはあった気がします。で、他の条件を見ても1番人気の副賞率 75% だとかを超えてくる条件もある中で、この京都ダート 1800m というのは意外と 60% ぐらいしか1番人気が来ていないという事実があります。もちろん今回のレース以降ですね、どうなるかというのは分からないことではあるんですけれども、案外一番人気の信用度が低いというのは頭に入れておきたいところです。次に、それでは人気数がどのぐらい絡んでくるのかということで、どれだけ荒れるのかっていうような指標も少し見ていきましょう。馬券内に6番人気以下が絡むレースというのを抽出しましたけれども、全部で20レース過去3年でこの京都のダート 1800m のですね、該当レースがあったうち11レースで6番人気以下の馬が絡んできていました。この 55% の確率で6番人気以下が絡んできているという数字は、こちらの方は逆に決して高いとは言えないです。レース条件によっては70% 近くの確率でですね、荒れる、本当に3回に2回は6番人気以下が絡むみたいなレース条件もありますから、そういったところと比べると高いとは言えませんが、ただしやはり先ほど言ったように1番人気の信頼度は結構低いレース条件となっておりますので、このあたりバランスを取るのが難しいんですけれども、しっかりと馬一頭一頭1番人気から精査していって、本当に信頼できる人気馬なのかっていうところを見定めていきたいところではあると思ってます。それでは次に、人気薄で構想してくる馬の傾向というのにはどういったものがあるのかを見ていきましょう。ちょっと先に結論から言うと、京都のダート 1800m というのはなかなかそういった傾向が見つけづらいレースではありまして、他の条件であれば前走、例えばこの競馬場のこの条件を使ってきている馬が、こういう理由で来やすいみたいな形 の傾向を見つけられることもあるんですけれども、京都に関しては結構まばらで、前走芝で走ってきている馬もいれば、前走阪神で使ってきて今回激走の馬もいますし、同じく京都を使ってきて、今回は人気薄で走るみたいな馬もいましたので、なかなかそのあたりまとまった傾向というのは難しい。ただ一つ言えるのは、結構展開に左右されるというかですね、やっぱり京都、後ほど話しますけれども、京都のこの 1800m というのはやっぱり逃げ先行が有利なので、前走は先行しなかったけれども今回先行してきたみたいな馬がそのまま馬券内に来る、っていうようなパターンも多く見られているところではあります。なので、しっかりと騎手だとかそういったところにも注目して、どの馬が先行しそうかっていうのを見定めるのは大事だと思います。その上で、少しでもね、傾向をつかめた部分に関してはこれから話そうと思うんですけれども、まず、前走も今回と同じ条件、つまり京都のダート 1800m を使ってきた馬というのはどのぐらい人気薄で走ってきているのかというと、17頭人気薄走ってるうちですね、2頭しかそういった前走同じ条件で走ってきた馬っていうのはいないんですね。で、さらにその2頭というのもですね、1頭は前走ハイペースの中で逃げ残しての2着、
にしっかり入ってきた馬で、もう一頭も前走差しが効きづらいですね不良馬場のレースで後方から進めながら、大雑把に結構まくっていって、最後差しとわかず敗戦という形で、割としっかり理由があって負けている、自力は普通に感じるような負け方をしている2頭が、まあ、次も人気薄で走ってきたという形になってます。ですからここから言えるのは、前走同じ条件であれば普通に結構大敗とかしてる馬は切ってもいいんじゃないかなっていうところですね。意味のわからない構想っていうのはなかなかしづらい、ような形だと思ってます。しっかりと理由のある、上位に来れる理由があるだけども人気していないみたいな馬がいるのであれば、前走京都組、人気薄でも狙っていいのかなというふうに思ってます。逆に一変したりとか意味のわからない激走を見せてきているのは前走芝組ですね。芝で相手になっていなくて普通に前走8着とか9着に敗れてきている馬でも、京都のダートに出てきて走っている馬はいます。血統を見ると、まあ、主流血統というよりマイナー血統からの激走が多いですね。エピファネア3区とかレイドラ3区とかそういった馬というよりはですね、本当にちょっと覚えているところでいくとリッチリッチだとか、あとエイシンフラッシュとかそのあたりの3区から激走してた、記憶があります。まあ、なのでこのようなところは、まあ、少しでも傾向として言えるところかなとは思いますので、あまり過剰にね、これをに囚われすぎるのは禁物だとこの京都の場合は思いますけれども、まあ、ちょっと念頭に置いた上で人気薄の馬というのは見ていきたいと思ってます。では次に京都のダート 1800m のコースの特徴を見ていきましょう。やっぱり何といっても直線に坂がないこととですね、3コーナーからの坂の上り下りが一番の特徴かなというふうに思ってます。でここから何が言えるかというと、基本的には、まあ、向こう上面の終わり頃から坂を登ってですね、で3コーナーで坂を下って、その下る勢いのまま直線に入ってこれて、かつ直線には坂がないので、やっぱり逃げや先行勢がそのままの勢いで残しやすいということで圧倒的に有利になってます。過去3年のレース20レースあると、僕の抽出したレースでは言いましたけれども、その中で4角先頭だった馬がですね馬券内を外したのは4回しかないんですね。ですからその16、逆に言うと16レース20レース中16レース、つまり 80% はですね4角先頭の馬はそのまま馬券内に来ているという形になってます。まあ、それぐらい直線に坂がない、そして直線に勢いをつけて入ってこれるというのは逃げ先行に有利に働くということだと思ってます。ただしハイペースになると若干差しも効き出すというのがやっぱり競馬の面白いところで、まあ、やっぱりそこどうしてかなというふうに考えたんですけども、坂の下りのところで本来であれば逃げ馬がペースを上げてですね後ろを突き放しにかかりたいところで、そのまま直線に入っていきたいということですね。そうすると後ろにいた馬っていうのはペースを上げた前の馬よりもより速いスピードで走らないと、順位を巻き返せないわけですから、まあ、それは逆に位置取りの差でねかなり厳しくなってくるわけですね。そもそもそれだけ速く走れる馬じゃないといけないし、それだけ速く 800m 残り 800m ぐらいからそれだけ速く走り出して直線走りきんないといけないので、スタミナも必要になるという形なんで、向こう上面までで息が入る展開であればやっぱり逃げ先行に絶対的に有利な馬場とか競馬場になってます。まあ、しかしながらハイペースで仮にね向こう上面の 1000m とかまで進んだとして、そこからいくら坂の下りだからといってハイペースで逃げた中でさらに、ペースを上げてね後ろを突き放すっていうのはなかなか難しいじゃないですか、逃げや先行馬にとって。そうなった場合ペースが坂の下りで上げきれない、逆に後ろにいた馬たちっていうのは前が少しずつバテていく中で坂の下りを使って勢いをつけて、その前の馬たちとの差を詰められるっていうところで、そこで一気に立場が逆転するわけですね。ですからやっぱりハイペースになると差しは結構効くっていうのはあるんだと思います。なのでそのあたりは過去の京都のダート 1800m に出走してきた馬のレースをですね分析していく上でも念頭に置いた上で見ていく必要があるのかなというふうに思いますので、こちらで紹介させていただきました。ここまでレースのですね構想する馬の傾向と、あとコースの特徴というところを話させていただきましたけれども、こちらからは各馬の単評と僕の解明そして予想という形になっていきます。まあ、ここからは本当私平達の試験が多分に入ってきますので、まあ興味のある方だけ聞いていただければいいかなというふうに思ってます。
では早速いきましょう。まず僕は、まあ、連携、三連携とか馬連とかそういうところで軸にするとしたら20馬ルーツかなっていう馬に関してはまず8番のラブベイという馬になってます。まあ、この馬に関しては前走、ダート代わりのレースを使ってですね、あの10番人気で2着だった馬で、まあ、前走が買い時だったという話もなくはないんですが、ただまあ展開やペースが厳しい中での2着だったんで自力評価できると思ってます。この馬結構押して花を取ったんですけれども、あの2番手から結局このレースを勝つことになるコーラルハートっていう馬がもうずっとあの向こう正面まで突っついてきてですね、ペースを落とすことができずに結構ハイペースになってしまいました。でさらに直線では、結局未勝利クラスで後のね戦績とかを見ると未勝利クラスでは3着とかには普通に来れているようなメンバーたちが後ろから刺してくる中でですね、ハイペースで、逃げて厳しかったんですけれども、この馬は最後しのぎ切ったという形になってました。展開としてはその後ろから来てるね刺し馬に向いてた中で、この馬しっかり2着に残したっていうのは本当に評価できると思ってます。さらにもう一つ、前回は長期の休み明けで出走してきていたということも考えると今回はより上昇してこれると思ってます。まあ、なので、まあ、平田的には連携3連携の軸で買うとしたら、この馬から入りたいかなというふうに思ってます。次に2本目に紹介させていただきたいのがブリーナイツという馬ですね。この馬は僕がいつも投稿しているですね、今週出走してくる馬の中で前走不利を受けた馬たちのリスト、まあ、前走不利馬リストみたいなものを挙げているんですけど、まあ、そこでも紹介させていただいている馬です。まあ、正確には前走というか、まあ、過去のレースで不利馬を受けた、まあ、注目馬みたいな感じで紹介しているんですけど、まあ、実際2走前の京都のレースっていうのが不利を受けながらも強いレースだったと思ってます。まず後ろからになってしまって9番手くらいから競馬したんですが、まあ、まくっていってねそこで足を消耗しながらも直線しっかり伸びての4着だったということで、まあ、まず自力レース評価できますよね。でさらに直線見るとですね、前で走っていた3頭が壁になってしまって外に持ち出していく形で、スムーズさを欠いた中で足を伸ばしてその分馬券内に届かなかったものだと僕は思ってます。でその時に3着だった馬でゼットレジーナっていう馬がいるんですけど、この馬っていうのは、そのゼットレジーナ自身の次のレースでですね出てきた時に今回このブギーナイツが出てくるレースに出走しているナムラリーナとかハイウェイスター2番の馬と3番の馬ですねと戦っているんですね、そのゼットレジーナっていうのが。でそのレースがどういうレースになったかというとスローで前が有利だった中でそのナムラリーナやハイウェイスターというのは先行したんですけれども、ゼットレジーナは後ろから行きました。でまくっていってっていう競馬をして、でその中でゼットレジーナ5着だったという形で、ハイウェイスターは確か2着か3着でナムラリーナも4着みたいな感じの競馬でした。で、まあ、着順的にはゼットレジーナの方が後ろなんですけれども、展開考えると実力的にはまあほぼ互角と言ってもいいのかなというふうに思ってます。でそう考えるとブギーナイツはゼットレジーナと戦った時に直線進取りに手間取っていなければ普通に勝てていた可能性も高いっていうのを考えると、まあ、ハイウェイスターだとか、ナムラリーナと比べて別に実力が劣っていない、むしろ勝てる可能性あるかもっていうのがブギーナイツだと思うんですよね。でそうなった時に現在ハイウェイスターは1番人気でブギーナイツは今4番人気で単勝に関しては、10倍以上ついているじゃないですか。でそう考えると積み読み的にはかなりうまいのかなというふうに思ってますので、もちろん前走新潟で負けてしまってっていうのはあるんですけれども、まあ、あの2走前しっかりまくっていくというような競馬ができていた、まあ坂の下りかつ右回りになる京都に戻ってきてここはやってくれるのかなというふうに期待してますので2投目に紹介させていただきました。3個目に紹介させていただく馬なんですけど、これは大穴の馬になってます。13番のタッケンウルルという馬ですね。前走この馬は小倉の 1800m で11着と大敗してるんで、まあ、人気はしないでしょうねという感じですね。ただそのレース、映像を見るとですね見直せる点がいくつもあったと思います。まあ、いくつもあったというか本当にひどいレースだったんでほぼ度外視可能、むしろ今回、狙い目かなというふうに思えるぐらいのレースでした。まあ、どういうレースだったかというと、まあ、本当に相当雑に乗られたなっていう印象で、まずスタート前の時点で結構口の、あのハミのあたりにあの白い感じによだれがなっていて結構あのかかりそうな雰囲気満々な感じではあったんですが、そんな中スタート直後ね
促されて結構押されてバグについていくような形になりました。で1コーナー付近に差し掛かってですね、まあ、馬を抑えて、しっかりバグを整えようというところで、まあ、思いっきりかかってしまったという形ですね。まあ、それかかるよねっていう感じだったんですけども、まあ、コクラのレースは確かに一度流れに乗り遅れてしまうとね、巻き返し効かなくなるような、レース展開ではあるんで、もちろん騎手の判断というのはね、もちろんそれはそれでありだと思うんですけれども、まあ、1コーナー付近でかかってしまったということで、まあ、そこで呼吸を乱してたわけです。で次にそのかかってしまってさらに馬群に揉まれてね、もうどうしようもならないというような形だったんで、馬群を避けるために外に出して、っていう形の競馬をしました。でそこでも頑張って抑えて走っていたんですが、まあ3コーナー付近でですね、まくりを開始していって、まあ、小倉の急カーブの小回りのね、右回りのコーナーの中で大外回しをしながらもうぐんぐんと上がっていくという形でした。もうこの時点でスタートして1コーナーで思いっきりかかって、でさらに3コーナーで大外を回してまくっていってっていう時点で、まあこの後どうなったかと思いますかと聞くと、多分負けたと思うという形になると思うんですけど、まあ案の定負けてしまったわけですね。でもこのようにかなり足を消耗する負担の大きい競馬をしていて、まあ、前走は敗戦して当然だったと思ってます。でその前走を抜きにしたとして2走前を見るとどうだったかというと、この馬はですね2着に来てるわけですよ。ですからそう考えるとね、前走相当厳しい中で負けたからといって今9番人気まで落としている。もちろんダート代わり、芝からダート代わりっていうのはありますけれども、でさらに今回は鞍上も交代して、新人の騎手の中ではねかなり乗れる方の部類に入ると思う吉村騎手が乗ってくれるわけです。で、52キロの金量でも乗れるっていう形になると、まあ、正直一辺を期待してしまいますよね。ということでもちろん来る可能性超高いかというとそうとはね断言はできないんですけれども、まあ今落とし過ぎているオッズと前走かなり厳しかった、そして2走前はしっかり上位に来れているっていうようなところから、穴として狙ってみても美味しいんじゃないかなというふうに思いましたので、3投目に紹介させていただいてます。次にナムガリーナとハイウェイスター2番と3番で、まあ、前走も同じレースに出ていたというコンビですが、前走を見る限り2頭とも、まあ、無難に先行しながらも、タマモナポリ勝った馬を捉えきれず敗戦だったという形になりました。でそのタマモナポリというのも一つ前のレースでですね、ルージュシュエットから1秒近く離されて2着だった馬なので、まあ、そういったことを考えるとね、過剰な期待はこの2頭にも持つのは禁物なのかなというふうに思ってしまいます。まあ、そのルージュシュエットっていうのは未勝利戦で結構上位には何回も来ていた馬なんですけれども、決して実力が抜けていたような馬ではなかったんで、そういった馬に少し離されてしまっていたタマモナポリを捉えられなかったというのはどうなのかなというふうには思います。まあ、ですのでかなり絶対視はできないけども、別に先行力あるのは京都競馬場で普通にいいことではあるし、別に、1着取り切るのが確信できなかったとしても全然今まで馬券内の上位に来てる馬たちですから、別に馬券から切ったりとか外すっていうことは考えはしないんですけれども、まあ、黒三角と白三角ぐらいの評価かなというふうに思っているという次第ですね。次に5番のベリンガリアという馬なんですけれども、まあ、芝からのコース代わりの馬というのは今回7頭とかなり多く出走しているんです。で中でも人気を集めているのは、まあ、1番のステーラ・マリーナという馬とこの5番の、ベリンガリアという馬になるんですが、まあ、平立的にはどっちかというとこのベリンガリアの方が買いたいかなとは思ってます。まあ、というのも母の父ベルナルティというのが、まあ、APNDK の、ね、米国血統で、まあ、かつその父のスワブ・リチャードももちろん芝のイメージの方が強い馬ではあるんですけれども、母の方にですね米国の血が入っているということで、かつ戦績を見てもオンババでのレースで上がり2位の足を使っている時もあるんで、まあ、ダートへの適性は一定のものは見せてくれるかなと思ってますので、まあ、ざっくりと安易に切るというよりは、まあ、紐としてね、連携だとか買うときには押さえておいてもいいのかなと、まあ、軸にもよりますけれども思ってます。逆に1番のステラマリーナというのはエピファネイア3区で、まあ、そもそもダート代わりで単純にまあプラスになるよねとは言えないと思われる中で、まあ、ダートいけそうな理由があるかなと探したときにですね、まあ、前走も少し重たかった芝で普通に凡走しちゃってるんで、まあこの戦績でしかも4番人気もしちゃうのであれば、ちょっとここは軽視かなというふうに思ってたというところですね。
位に9番の高野エクレールという馬で8番人気の馬ですが、まあ、この馬は結構穴馬の中では割と買いたい方法の馬かなとは思ってますね。2走前はハイペースの中で2着とかなり頑張った競馬していて、展開ハマればね、穴を開けてくれる激走はあるかなと思えるような馬だし、自力もこれまで見せてきてくれてるとは思ってます。ただまあ前走は、まあ、ハイペースだったというのはありますけれども、全然相手になっておらずですね、あのコーナーで手応えが悪くなってそのままずるずる後退という形でしたんで、まあ、結構ムラがあるタイプなのかなと思ってます。ちょっと軸にするには難しいんで、ただ走ってきちゃう可能性もあるんでみたいな馬なんで、まあ、私平立的にはこういう馬はですね、買うとしたらまあ紐割れを狙って紐割れ要因みたいな形で3連携を買うときに3列目に入れるとか、まあ、そういった形で買う方ようになるかなというふうには、馬券を買う上で思ってるところではあるんで、まあ、年式としてはそのぐらいでいますね。で次にその他にまあダート代わりだとか初出走という馬も今回いるわけじゃないですか。でそういった馬を見ていくとですね、まず初出走に関しては、まあ、過去3年のレース抽出した時に、副賞率 4.3% しかないんですね。23頭走って1頭しか馬券内に来てないということで、もちろんねそういった馬から大穴が出て後悔なんてこともあるんですけれども、確率的にねこんだけ低いものを毎回狙っているとそれだけでやっぱりあの回収率落ちていくかなというふうに思ってますので、僕としては正直気にしないことにしてます。逆に前走芝馬っていうのは冒頭でも紹介しましたけれども、過去大穴を開けた馬が何頭かいましてですね、もちろん今回出てきているあのラブベイもそうですし、あとはまあアッチェルランドとかですかね、去年の春ぐらいで行くと、とかもいるんで、まあ、狙ってみるのはあり、手広く変えた人は狙ってみるのはありだとは思ってます。で今回はまあ湘南パンドラ3区のね、あのレイラドラーダですとか、まあ、ラキシス3区 あのダブルイプシロンだとか、まあ、そこら辺の両欠の馬たちは出走してきているので、まあ、気になる方は少し見てみてもいいんじゃないかと思ってます。レイナドラータに関しては湘南パンドラ3区でね、あの兄弟が確か1個上の兄弟かな忘れましたけど、2000ぐらい芝走ってどっちも10着以下でダートに来てから一変したみたいなレースをしてた記憶があるんで、まあ、重ねる人は多いのかもしれないですね。今回この馬も同じような形なんでっていう印象ですけども、まあ、このあたり私は買わないですが、気になる方は見てもいってもいいかもみたいな形ですかね。結論解明なんですけれども、まあ、これだけいろいろ話してはきましたが、いや僕は、2投目と3投目に紹介したですね、結構おつみおみがあるなというふうに話していた2頭ブギーナイツとタッケンウルルの、まあ、タンプクを買おうかなというふうに思ってます。まあ、今回上位人気勢も結構未勝利戦の中では自力がしっかりある方だと思いますし、全然ねあのこれまで結構弱いレースしてきたり展開ハマって1回3着来ただけとかだけどメンバーレベルが低いから上位人気になってるとかっていう馬じゃなくてですね、割としっかりとしたレースで走ってきて上位人気っていう馬たちなんで、まあ、自力はしっかりある方だと思いますし、まあ、とはいっても逆に中穴の方もね激走しそうな気配がある、まあ、ブギーナイツとかタッケンウルルとかあと高野エクレールとかそういった馬が何頭かいるんで、結構難しいレースっちゃ難しいレース。逆に言うと買い方はいろいろあるのかなというふうに思ってます。まあ、手堅く行きたければ、まあ、割と自力は示していて、かつ上昇の余地もある、まあ、ラブベイとかからあの連携の軸で入ってですね、まあ、ガミにならないように生まれたとか、ワイドで買っていくっていうのもありだと思いますし、まあ、より高配当を狙いたければ、まあ、前走だとか2走前のレースで不利を受けていた、まあ、ブギーナイツとかタッケンウルルみたいなところに人気の盲点というところでですね、軸に思い切って据えて行ったりとか、まあ、あと先行力はあってコース形態というのはそもそも向いている中でムラがあるけどもハマれば激走ありそうな高野エクレールとかそこら辺軸に据えて手広く買っていくというようなところも別にありっちゃありだと思いますし、まあ、買い方は結構無限かなと思ってます。で今回やっぱりポイントとしてもう一個あるのは牝馬限定戦なんですよね。3歳未勝利ので、牝馬限定戦はやっぱりより荒れやすくなるっていうのは実際あるんで、まあ、平立的にはこのオッズ妙味のある2頭を狙ってですね、勝負していきたいかなというふうに思ってます。で今回の動画は以上になります。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。
この動画の他にもですね、今週出走してくる馬の中で、前走不利を受けた馬たちのリストというのも、動画で出させていただいてますので、そちらもぜひ馬券を買う際にですね、参考にしていただけたらと思ってます。またこの後時間があればですね、他の土曜日のレースに関しても予想動画出したいなというふうに思ってますので、ちょっと上がってればですけれども気になる方はそちらもぜひご覧いただければと思います。少しでも参考になったという方はチャンネル登録や高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。